まあ、その他ございますか。はい、じゃあウェンダルの T シャツの方から。数日前の報道でショートにコンバートするかもしれないっていうふうな話があったんですけども、はい、あの荒木さんとしてはセカンドかショートどちらの方で、まあ、1年過ごしたいというふうに思われますか。僕はセカンドですね。僕も新聞見た時びっくりしたんで今さらみたいなはっていう、そうですね。やっぱり2年ほど前そういう時期もありましたけど、まあ、あの年2年とも優勝してますもんね。そうですね、はい、でもあの経験がまたセカンドに戻った時にはできたんですか。まあ、今の段階ではまだ分からないですけど、これから多分気づいていくんじゃないかなと思いますね。はい、いいですね。はい、はい、でまあ遠い将来ね指導者になられると思うんですが、その時やっぱりセカンドとショートでね、いろんな経験値が、そうですね、まだセカンドとショートじゃ教え方も違いますから、はい、やっぱり簡単にね内野だからって思うんですけども、本当にこの違うんですよね。全然違いますね。体の使い方とか、頭、はい、の使い方とか、はい、ね、特にやっぱりショートがバスタップ濃いですよね。どうでしょうか、やっぱり変わらないですよね。そうですか、はい、もう守ってればそんなには、はい、変わらないです、ね、慣れですね、はい、はい、ということでセカンドで行くということでございます。その他質問ございます。